こうだ。これならうちのエンジンで飛ばしてもフレームが折れたりすることはありませんね。当たり前だ。今は3馬力だが、これからはもっといいエンジンができんだ。時速200キロで走ってもびくともしないフレームを作らないとな。200キロはオーバーでしょう。バカ、槍もせんうちに生意気な口を聞くな。タイヤもいいものをつけないといけませんね。そうさ、これが完成すればうちも伸びる。絶対に売れるぞ。そして日本一になるんでしょ。バカ、先に言うな。大将、一本取られましたね。総一郎の考案した自転車用補助エンジンは相変わらず好調な売れ行きだった。勢いを得た総一郎は前進を続け、 A 型に続き B 型 C 型と開発。出力も A 型の1馬力から C 型の3馬力へと性能を上げた。その結果、従来の自転車のパイプフレームでは走行時の衝撃や振動に対する強度が物足りなくなってしまった。そこで総一郎が開発したのがこのフレームだった。鋼板をプレス型で成形するこのフレームは大量生産がたやすく、溶接が確実にできるという利点を持っていた。あの C 型の車体はいただけなかったからな。なんせ自転車の車体を無理やり溶接で補強してヤカーのタイヤを履かせてたんだからな。不格好にもなるよ。こんにちは。前戸どうも、工作機の部品代をいただきに上がりました。経理の袴田さんはいらっしゃいますか。今ちょっと出かけてます。待っていただけますか。そうですか、じゃあちょっと。おい、ボルトが緩んでるぞ、誰か閉めろ。はいはい。これ、どこが緩んでるんですか？さっさと閉めんか！私、ちょっと他に回るとこ思い出しました。ああ、そうかい。また後で寄らせてもらいます。おい、大丈夫か？はい、慣れてます。いつものことだから。ほら、この通り。かなり熱い男。この人物こそ、本田総一郎だった。確かにものづくりの天才だった。が、しかし本田技研工業が生まれて1年は戦後の混乱期。エンジンの評判は良くても、代金が未払いだったり、会社の経営は綱渡りだった。技術に全身全霊を傾けてしまう総一郎には、経営能力を持つパートナーがどうしても必要だったのだ。1949年8月、一人の男が総一郎を訪ねてきた。家の前にあったのは、完成したばかりの新作、ドリーム D 型。ほう。彼の名は藤沢武雄。こんにちは、本田総一郎さんはおいででしょうか。その頃の総一郎は会社の設立に資金を使い果たし、その暮らし向きはお世辞にも豊かとは言えなかった。一方の藤沢武雄はといえば、明治43年東京に生まれ、若い頃から苦労して工作機械の部品販売などをしていたが、戦争で疎開。疎開先の福島では製材業を始めた。暮らしが苦しいことには変わりがなかったが、持ち前の誠実さと商売の才能で一定の信頼を得ていた。そして何より、総一郎のがむしゃらさに負けない迫力を持つロマンチストであった。
本田さんのことは戦時中から中島飛行機の竹島君に聞いて知っていました。あなたのことを浜松のエジソンだと聞きました。物を作り出す天才だと。人は俺のことを後先を考えない発明家だとも言ってるよ。だけど今日の字がつくくらい熱中しなきゃ大きな仕事なんてできやしないよ。何もないところから必死になって何かを想像するんだもの。世の中のことみんな忘れて無我夢中でなきゃいいものなんてできねえよ。そして苦労して苦労して一つできた時のあの気持ち、全世界の金を掴んだってあの喜びには勝てねえよ。私は金を扱ったり物を売るのは得意中の得意です。しかし売るものを作ることはできない。あんたの特技は俺のからっきしできねえことだ。俺ができるのは世の中が便利になるようなものを技術とアイデアで作ることだけだ。だがね、もっとすごいものを作るよ。世界に負けないものを。それなら東京に出るべきです。東京に出れば世界に手が届く。お腹空いてらっしゃるでしょ。こんなにたくさん、もったいない奥さん。いえ、裏の畑で採れた小麦で作ったものですからお口に合わないかもしれませんが、どうぞ。こんな時代で初めての客に。そうか、この人はこんな人に支えられているのか。本田宗一郎42歳、藤沢武雄38歳。この時食べたうどんの味は忘れられないと藤沢は晩年も語っている。二人はその後4回にわたってあらゆることを話し合った。東京に出てくるには何が必要ですか。エンジンはここで作るとしてもオートバイを組み立てる工場を東京に欲しいな。事務所もなくては、それも東京の真ん中にいなくてはね。ああ、一流になるんだからな。しかし物入りになるな。金は作りますよ。そうすりゃいいオートバイがいくらでも作れる。これからはどんどん性能が良くなっていくよ。ハンドも今の10倍くらいにしないと。人が生きてる限り乗り物は絶対に必要なもんなんだ。どんなに形が変わっても永久になくならない。だから俺は一番の乗り物を作る。まずは日本一のオートバイを作る。とまあこう言うとみんなホラだと思ってるかね。いや、夢はいい。なんだかあなたと話していると愉快になる。その夢に私も乗りますよ。そのために機械がいるというのなら何とでもします。ただ私も商売人ですからね、損はしませんよ。金じゃなくて何か実りをつかみたい。あなたのところに来たのはあなたならできそうな気がしたからですよ。わかった。しかし一つだけ約束してほしいんだ。これから何を作るかには口出ししないでくれ。オートバイはタンスや呉服を作るのとはわけが違う。下手なものを作れば人が死ぬ。だからそこだけは技術屋の俺に任せてくれ。わかりました。俺の実印だ。あんたに頼むよ。おう。この藤沢武雄の入社こそが本田技研工業を飛躍させる
最大の転機となった。2ヶ月後、藤沢武雄を常務として迎え、その後東京営業所を設立。作る人本田宗一郎、売る人藤沢武雄、どちらも欠くことのできない2つの強烈なパーソナリティが結びつき、大きな夢を実現させていくのである。